とっておきの針をしていきます。ハリキューデンからこんにちは、美容ハリキングということでですね、はい、今日は背中結構ゴリゴリだっていうことなんですけど、背中肉背中の肉と、コリ、はい、はい、すごい気になってるんですけど、じゃあこれ結構しっかり取っていきたいですよね、はい、はい、ということで今日はですね、カッピングプラス針ですね、プラス針、はい、スイナムですね、ボコボコっていうやつですね、はい、はい、これと針です、うん、はい、ちょっと刺激的かもしれないですけど、はい、初めてです、はい、刺激的といえば小池先生ですね、そうなんですか、金太郎院長先生ですね、はい、素晴らしい、もう名人針をしていただきますので、楽しみ、カッピングプラス針で、はい、ちょっと元気になっていただけたらなと思います、はい、それでは行ってみましょう。首肩からまずチェックしていきますね、はい、首を下に向けていただいてもいいですか、はい、どっか突っ張ったりしますか、全体ここ先触って肩肩ですもんね、そうですね、はい、じゃあ上向きます、うん、これどうですか、特に大丈夫ですか、前が突っ張ったりとか、なんか向きにくいな、向きにくいなって、詰まるなって感じしますか、はい、全然上向けてないですまあ確かに本当につかないですね、はい、じゃあ横に傾き、あれこれだけ、これだけです、え、もっといくんですか、はい、嘘、はい、普通可動域の半分ぐらいしかいない、ここ50度いくはずなんですけど、はい、25度ぐらいやばいですね、自分ではこれ普通だと思います、じゃあ振り返ります、右から振り返っていただいていいですか、はい、振り返るのは結構いきます、私の指何本ぐらい見えますか、もう一度すいません、5本、おお素晴らしい、はい、はい、じゃあ左どうでしょうか、あ、こっち行かない、右、何も見えない、あ、1本、1本、はい、1本、はい、だいぶ左向きが辛いですね、はい、じゃあこれで振り返、ですね、顔は正面なんですけど、いや、いいですよ、いいですよ、大丈夫です、あんまりいかないですね、じゃあ左どうですか、こっちの方が辛いですか、右、左、こっちが行かないかしら、両方とも行かないけど、両方行かないですよね、ね、これ結構すいません、背中が痛いです、背中のどこら辺が、この辺が痛いですか、真ん中、真ん中、この辺ですか、この辺、この辺、この辺、肩甲骨の内側ら辺でしょうかね、はい、かしこまりました、さっきちょっと触らせていただいたら、この辺ゴリゴリしてましたからね、はい、で肩もこの辺お辛そうですね、首も、はい、はい、では始めていきたいと思います、はい、それでは背中オイルで軽く流していきます、私どうですかね、やばそうですか、腰のあたりと肩甲骨の間と肩、はい、まあ、首から肩が結構硬いですね、ですよね、まあ若干全体なんか、ね、はい、結構、はい、あとちょっと左右差が、ね、あるような感じがしますかね、ここの盛り上がりと、大丈夫です。なんか軽く座れてる感じが。でもあんま痛くはないですね。おお。なんか痛いところと痛くないところがありますね。おお。ふふふは何ですか。ふふふは気持ちいい、ね。気持ちいい。結構おけつのとこおけつのとこが出てきましたね、ゴリゴリいってます、なんかすごいゴリゴリいってますよね、なんか温まってる感じが、体が温まってる感じ、ここちょっとね、おけつ出てますね、はい、こちらは、はい、おそらくここ、おーって言って、もうちょっとどうですか、座れてる感じありますか、感じあります、
痛くはないですか？でも痛くないです、はい、はい、半水初めてですか？初めてです。はい、辛いですか？お尻結構痛いかも。お尻痛いかも。ちょっと辛いですか？あ、いけますけどって感じですか？そうですね。あ、はい、結構右肩が盛り上がってたところ、もともとの部分がですね、相当色がやばいですか？はい、ちょっと悪そうな、ちょっとやばそうなので針をしていきます。これ熟睡できないかもしれない。安眠血って言われてるところは硬いです、はい、だから起きちゃうんですかね。安眠できてなさそうな壺の、寝つきも悪いんですよ。そうなんですね。ズンときましたか？ちょっと来ました。ヒップが凝っていらっしゃったので、はい、ヒップをちょっと緩めていきます。はい、すいません、リリースされましたね。開放感、開放感ありますね。これ凝ってるとこが痛い。そうですね、おそらく、循環が悪いところは特にやっぱり、あ、でもさっきより柔らかくなってますね。はい、それでは、はい、とっておきの針をしていきます。出ました、長針ですね、はい、はい、結構先生やばいですか？すごく凝ってらっしゃるので、ちょっともう一回触りますね。はい、おお、ズンとしますかね。したね、はい、そろそろこれで終わり。はい、なかなか長いですね。はい、はい、先生は女性には優しいですね。はい、坪田さんは結構悶絶してますね。女性にはとても優しいです。よかった、女性で。はい、しょ、お、お、でもこっち左に、おお、じゃあ、はい。結構刺激的です。針を取ります。はい、じゃあ吸いだまま外していきます。これやばいですか？これとこれとこれが結構きてますね。で、あとこれもちょっとこちら小腸系なので、ちょっと胃腸の調子がどうかなっていうのと、あ、ここも胃腸の示すラインなんですけれども、あと肝臓、お酒はそんな飲まれないですよね。でも、あたりだけですか、はい、イライラとかは今あんまりないですか？たまに、はい、がちょっと出てるのかなっていう感じでしょうか。このおけつのやばいですね、これ。そうですね、冷え性ですかね。冷え性ですかね。この大椎葉の気が全く動いてないというか、はい、そんな感じの見立てができます。はい、はい、はい、なんかすごいすっきりしました。はい、よかったです。はい。はい、おお、さっきよりだいぶ。はい。はい、じゃあ上を向きまーす。おお、柔らかくなって。はい、すごい。自分でびっくり。はい。問題の横が。横。おお、さっきよりいいですね。じゃあ左側に傾けまーす。おお、いいですね。これさっきの倍ぐらいいってます。ちょっと。はい、すごい。お、さっきよりでも
余裕で見えてますね。はい、じゃあ左が問題の左はどう、はい、はい、左お願いします。あ、さっきよりはいいですね。見えますね。はい、よかったです。すさてひねってみます。さっきよりいきますかね。はい、いきますね。おお、いいですね。すごい、体が元気になりましたね。はい、なんかポカポカして暖かい感じもして元気になりました。ドレスハリーはどうでしたか。ドレスハリーそんなに刺激的だけど、でも思ったよりは大丈夫でした。あ、 だいぶ抑え気味だったんですね。あ、そうなんですか。あ、普通です。はい、女性には、女性には、はい、よかった女で。はい、ということで人生初カッピング、はい、シダマどうでしたか。思ったより痛くなかったんですけど、この最初のこのスライドが割となんか痛いとこはめちゃくちゃ痛かったです。はい、結構ね、滞ってるところは痛いんですよね。これ流してあげるとですね、こう、はい、オケツってこう下に入ってそのままだとね、それも調子悪くなっちゃうんで、こう上にね、はい、浮かせ上がらせてね、まあ、散らしてあげた方がいいので、はい、はい、どうでしたか。結構やばかったですか。はい、硬いところがところどころあったので、結構今ちょっと赤く残っちゃってるところがほとんどそういうところだったので、はい、まあ浮き出て、散らして、はい、ということで、はい、これでちょっと楽になっていただけたらと思います。はい、いやー、小石先生ね、普段ド S の針なんですけどね、はい、今日女性にはですね超優しいですね、マイルド S な。お尻の針は結構どうですか。お尻は結構刺激的で、はい、結構あれ長いんですかね、針が。結構長いですね。結構入っていく感じが割と刺激が強かったです。はい、はい、でもヒップ周りとかもね柔らかくなりました、ね、すごいスッキリした感じが、はい、やっぱなんか痛気持ちいいっていうんですか、カッピングも痛気持ちよくて、はい、はい、すごいスッキリしました。終わった後ね、爽快感もありますね。はい、はい、なんかですね、なんか滞ってるなとか、ちょっとスッキリしたいなっていう方はですね、ぜひ体験いただければと思います。まあ、概要欄ですね、スペシャルコース書いてありますので、見ていただければと思います。はい、ということで今日は以上になります。チャンネル登録と高評価の方よろしくお願いします。OK、つっとりましょう。